はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。やっすーでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ちょうど1年前ですね、白血病になった後、発症者と、ね、発表されたあの池江璃花子さんがですね、ようやくトレーニングを開始されたということをね、ニュースで見ました。僕は土曜日の夜の Going あるでしょ、クリームシチューの上田さんと土曜日から赤星さんが、ね、やってるやつですね、見ましたね。いや、素晴らしい。いや、嬉しいですわ、ほんまに。まあ、少しずつやと思いますけども、映像にはね、ちゃんとトレーナーさんと一緒にやってるのをね、見ましたね。まだ早いんちゃうかなと思うんですけど、まあ、彼女はね、アスリートなんで、まあ、それなりのトレーナーさんがついてくれてるはずなので、体のことをね、考えてやってくれてるはずだと思います。まあ、とね、僕が心配しなくても大丈夫なんですけども、まあ、その僕はインスタグラムでもね、その様子をね、更新されたのをね、ちょっと見たんですよ。こんなこと書いてましたね。皆さんに病気を報告したのは、昨年の2月12日だったと思いますが、実は1年前の今日、2月8日に病気が発覚しました。あれからちょうど1年、いろいろあったなぁと振り返りながらも、すべてに意味があると思って、次は前に向かって突き進んでいきます。そして、病院の先生と相談をしながら、少し大学のジムで軽いトレーニング、自分の筋力の衰えもものすごく感じました。これからどう体が変わっていくのか楽しみ。新しい靴の履き心地が素晴らしい。トレーニングシューズとランニングシューズを分けて使ってます。元気な姿をね、見れてね、嬉しかったです。まあ、そのインスタグラムのね、画像を見たんですけど、まあ、トレーニングウェアにこう着替えてるじゃないですか。やっぱね、痩せてましたね。ピチッとするパワータイツみたいなやつあるじゃないですか。あれに、T シャツ羽織って、みたいな感じで。で、下もね、パワータイツみたいなの履いて、短パン履いて、で、スニーカー履いてっていう風な感じでね、やったんですけども、腕とかね、太もも周りといいますかね、がすごいね、細かったですね。でも病気する前の体の筋肉とか、まあ、競泳選手の体型ってあるじゃないですか。ね、男の人でも女の人でも競泳選手とか、結構逆三角な感じでガッチリしたね。あと、それなりにも脂肪も必要だから、まあ、このなんかパキパキに割れてる感じ、割れてますけど、これは競泳選手やなっていう体型あるでしょ。まあ、あんな感じではなかったので、まあでもね、それだけでもまあトレーニングはね、厳しそうに見えましたね。まあ、てかそうですよね。入院してですよ、抗がん剤して骨髄移植して、1年近くずっと寝てたんですから、ねえ、まあ、僕も同じような経験しましたけども、同じように、まあ、痩せましたね。まあ、池江さんはどれぐらい痩せてしまったのかね、わかりませんけども、まあ、僕は体重がね、20キロ痩せました。20キロね。はあ、まあね、しんどかったですね、あの時は。まあ、もともとの体重が、まあ、それなりに僕あったので、75ぐらいあったんかな、入院する前はね。まあ、でも20キロ痩せたところでね、まあ、数字的には何とも思わなかったんですけども、52、3キロかになったぐらいなんで、ね、数字的には思わなかったんですけども、その見た目がやっぱすごい変わりましたね。まあ、今となっては、まあ、全身の裸の写真とかね、撮っててもよかったんちゃうかなってこう思ったりしますけど、まあ、たまにね、こう自撮りとかして、してたんですけども、退院直後のね、動画とか見返したんですね。まあ、顔が細かったなぁと思いますね。あれは、2018年の12月くらいからか、お肌のね、GVHD から激しく出てきてですね、まあ、ちょっと赤くなってた肌がね、赤ら顔っていうような感じになってたんですよ。で、それまではこう、つるんとしてサラサラやったんですけども、そのね、2018年の12月ぐらいから、ガサガサーってしてて、結構ボロってね、薄皮というか乾燥が激しくなってきてね、シミができましたね。
今でもこう残ってるんですけど、まあ、全めっちゃ目立つんですけどね、この辺とか結構シミがあるんですよ。で、まあ、全身にそういうシミ的なものがねバーって出てきて、でほんまに最近になってその体のそのねシミというかもう黒ずみキリンかなヒョウかなって思うぐらいの、まあ、そこまでねこの明度はない、まあ、めっちゃ黒いのがボンって出てきたわけじゃないんですけど、なんかバーってこうモザイクかかってるんかみたいな感じでね、迷彩の服着ながら脱いでもなんか迷彩やんけみたいな感じのお肌になってたんですよ実はね。でそれも最近になってほんまに、薄くなってやっとなくなってきたぐらいです。まあ、ねその、まあ、先ほど言いましたけどお肌のお顔のねあのこういったシミはね、まあ、なかなか消えてくれなくてちょっと残念なんですけども、まあファンデーションとかねコンシーラーといってたものでお化粧をすれば隠せますけども、まあね、果たして今のお肌にですよそんなことをしてもねいいのか分かりませんけども、まあ知りませんけどねというかする気もないですけども、お化粧とかはまだしかも、まあ、この先もするかどうか分かりませんけども、まあ、このようにお肌のね GVHD がね出てきたらね、なんか知らないですけどもね、その体重はね徐々にこう回復してきたというか、こうようやくこう増えてきてくれたんですよね、その時期からね。ちょっとまあ体重が上がってきたんですよ。だからその気づいたらそのご飯ももりもりとね食べれるようになってましたね。まあ、他の患者さんはどうか分かりませんけども、その僕の場合は、退院してからはですね、お肌にその GVH が出てきたらお肌だけで、ね、口の中に出てきたら口の中だけとね、こう一箇所ずつなんか攻められてますね。攻められるっておかしな表現ですけど、まあそうなんですよ。まあ、不幸中の幸いといったところでしょうかね。もしその体中のありとあらゆる箇所にね、例えば内臓でね嘔吐下痢があるとかっていうのとか、あと同時に肌がすごいボロボロでガサガサでチクチクになってきたとか、目も乾燥しても見えへんとか、まずそれこそ血液の検査にも悪い数値として現れてくるやろうし、まあ、そもそもそんな状態やったらね、退院なんてしてたら家で普通に生活できない状態なので、まあ、即刻病院に引きずり返されると思います。まあ、そんなね感じで一箇所一箇所に現れてるぐらいだったんで、まあそんな調子やったんで、調子乗ってしまったんでしょうかね。まあ、少し気持ち的にもこう元気になってたのか、まあ、さらにこう食べるようになってですね、まあ、痩せてた体重が見る見るうちに元通りになってきまして、ね、もうしまいにね痩せなさいと言われるようになってしまいましたね。まあ、でもその一言でね頑張って今痩せようとしております。まあ、単純にね体重を増やすのは何でも食べ続ければですよ勝手に増えていくので簡単なことなんですけども、その体を作っていく、あのねしっかり体を作っていくっていうのはまあ難しいもんですよね、割とね。ましてやその池江璃花子さんみたいなですよ、そのアスリートのね体をね一から作っていくなんて、まあ、僕みたいな素人には真似できないですよ本当に。まあ、僕もね自分なりに、まあ、素人考えでねいろいろとネットで調べたりとか、まあ、過去の経験をね元にですよやってきましたけども、まあ、実際にやり続けることはねできずにですね、まあ、しかもその調子乗ってできてた頃と同じような感覚でやってしまうんで、まあ、すぐにねこうヒーヒー言うてもうトレーニングをね中断してしまいます。で、まあ、ついついやりすぎてしまったらね、まあ、すぐ筋肉痛になるし、なってもその筋肉痛がねなかなか治りがね遅いですしね。まあ免疫抑制剤を飲んでるからか知らないんですけども、免疫力が下がってる状態というのはね、まあ、病気や感染症に対しての免疫力、まあ、すなわち回復力というんでしょうかね、まあ、筋肉や筋などのねダメージの回復力もねなんか遅く感じてしまいますね。その、まあ、その僕の勝手なねあの考えなんで、あの科学的根拠というか医学的根拠はないんですけども、僕はそのように感じてしまうんです。ここの問題かな、メンタル弱いからな。まあ、もしこの感覚とね池江さんの感覚がもし似てたら、これから池江さんのトレーニングはね、まあ、超過酷だと思います。まあ、そんなこと絶対ないと思うんですけどもね、あの同じ考えでは絶対ないと思うんで、まあ、池江さんはね一流アスリートですから、インスタグラムでね更新された通りですね、まあ、病院の先生と相談しながらあのしっかりされていますし、で、まあ、ニュースの映像で見てたんですけども、ちゃんとトレーナーさんが横についてされてたんで、もう何も心配することはねないですね。
まあ、その彼女のストイックさでね、どんな辛いトレーニングも乗り越えてですね、まあ、すぐにねテレビで泳ぐ姿がね見えるとね僕はね思っています。まあ僕もね池江さんのようにね頑張っていきます。同じようにはまあ年齢的にもメンタル的にもねできませんけども、まあ、職場復帰できるようにしっかり頑張ります。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。